まあそれにしてもね、まあ、昨日は、えー、東京都で、えー、コロナの感染者が、ね、107人出たっていうね、もう100人超えたっていう、まあ、そうでなくてもね、50人、60人とか、まあ、連日のようにね、まあ、出てたんで、まあ、本当にこれがね、あのー、与える、東京に与える影響っていうかね、東京だけじゃなくて、日本に与える影響っていうのを考えて、 まあやっぱり東京都民の方には東京都実践よく考えていってほしいなと。うん。いやもう本当にその、例えば東京都がですね、まあこれを受けて外出、えー、あまりしないようにとかっていうだけでもですね、まあ今の飲食店だったりね、まあもろに打撃を受けるわけですからで、しかも保証なき自粛要請みたいなね、あの、そういうことをされる、もう外出す、 あんまりしないようにって言われるだけでも大ダメージであるということをよく考えてですね。ま、あ本当にその、よく考えてね、本当に投票行ってほしいなと。うん、本当無責任な一票っていうのがですね、本当にその、人の、えー、仕事を奪ったりすることになりかねないっていうね。ま、あ本当に僕は製造権がかかった選挙と、えー、宇都宮県さんが言ってましたけども、本当そういう選挙戦だと思うんでね。 まあよく考えてね、まあ行ってほしいなと。まあ投票に行かないっていうことが、まあ本当にそれこそ本当に僕は無責任なんじゃないのかなと思うんですけども、まあ行くなら行くでよく考えてほしいなというふうに。 ま、思いますけども、まあ、東京都知事選の、まあ、この結果っていうのがですね、7月5日にね、まあ、あの、投開票ですか出るわけなんですけども、まあ、その結果がですね、やっぱりその、えー、秋にね、えー、解散総選挙あるんじゃないかと。早、遅くても来年の、えー、安倍首相の任期ですか、秋までには、10月までにあるの解散総選挙っていうのがあるわけでね。まあ、だからどっちにしても、えー もうこの1年内ぐらいにはあると見て野党もちゃんと動いてほしいんですけども、まあ本当にでも、安倍さんがいつ解散総選挙をするのかということが、やっぱりまあ、あのー、マスコミとかね、まあいろんな、まあ週刊誌レベルでもですね、 え、関心のあることとしていろいろ、あの、書いてあるんですけども、ま、今日僕、朝気になったのがですね、日韓現代の、この、記事、解散総選挙自民66議席減の衝撃メモ、え、首相は青ざめたっていうね、なんかそういう記事が出てるんですけども、まあ、これはその、え、どういうことかというと、今解散総選挙をやったら自民党が66議席減るという、 官邸の政府高官が発言したとされるメモっていうのがですね、出回っていると。でそれで自民党内にも衝撃が走っているということで。まあこれは、まあ ま、言うたら、解文書みたいなね、ものなのかもしれませんけども、でも、その、全くその根拠のない解文書だったら、あの、なんていうんですかね、この、花から相手にされるわけないわけで、だから、一定のその、影響っていうのはね、出てるんじゃないのかな、というのが思われると、まあ、ただでさえ自民党っていうのは今、284議席あるんですかね。 前回の、あのー、2017年ですか、総選挙で勝ちすぎてるっていうのがありますからも、それはもう、どう考えたら減らすと。しかも安倍内閣の私立から考えてもですね、えー、なんていうか、一時期はね、ほんと3割、 30%割り込むようなことがあったりとかして、今だってその、えー、不支持の方が上回ってるっていうね、あの、現状は変わってないと思うんですよね。不支持がもう4割以上ありますから、まあ、それで無党派層がですね、えー、自民党に入れるかっていうと、難しいだろうと。うん この66議席減るっていうのは、まあ、これ、あの、審議は不明なんですけども、6月下旬に自民党が極秘裏に行った次期衆院選の情勢調査で、えー、現時点で総選挙を行った場合、同党は66議席失うと結果が出たという内容でね、えー、まあ、それを政府高官とかがですね、あのー、発言したとされて、それを聞いて安倍首相が青ざめたと。 いう内容みたいなんですけども、でも、まあ、こんな文章が出なくてもね、ま、それ減るだろうと当然、前回勝ちすぎてるわけでね。うん、だから本当、あの、野党もですね、きちんと準備、えー、しときなさいよって僕は思うんですけども、その野党の選挙協力もあんまりまだ進んでないと。うん、だからま、今ね、東京都知事選で宇都宮さんの応援に、えー、あの、立憲民主党 共産、社民だけじゃなくて、小沢一郎さんとか駆けつけた国民民主党ね、小沢一郎さんが駆けつけたり、えま、ー、た無所属の会の野田元首相とかですね、 え、平野さんもね、平野博文さんですかね、えー、とかも、ま、駆けつけたりしているという報道が出てたりとかしてですね、ま、ほんとその、えー、この都知事選後の野党合流っていうのもね、まあ、どうなるかっていう、まあ、そこにも睨んだ動きっていうのが今、都知事選の最中に行われていると。 まあだからいろんな意味で大切なんですよね、今回の都知事選っていうのは。だからもう小池さんが、えー、同性圧倒してるからみたいなんで、選挙に行かないとかですね、そういうなんじゃですね、本当にこの先の日本大丈夫なんかっていうね、東京もそうですけども、そういうことになりかねないということで、まあ僕は関心持ってほしいなと思うんですけども、まあまあ野党もね、本当は頑張ってほしいですし、まあ、ただこれ本当に、 本当に安倍さんが今解散、えー、できるのかどうかと、うん、なんか解散風を吹かしているんじゃないかという指摘もあるんでね。だその中でね、こういうメモが出てきてるというところに、まあ、興味が持たれるなと、うん。まあでもね、一方でその昨日公明党なんかはですね、えー、衆院制の、えー、公認候補っていうね、第二次公認候補っていうのを決めたと。 えー、これでまあ全員決まったんですかね。小選挙区で8人、比例代表で4人の擁立を決めたという報道もされててですね。まあ、ただ一方で公明党としてはですね、だから解散が早いと見込んでいるということでは全くないと。 えー、新型コロナウイルスの中、今は選挙する状況に全くないと述べたっていうね、これ斎藤幹事長ですかね、が述べているということで、公明党としては候補を決めたけど、今解散する場合じゃないということで、釘を刺していると。これ確か山口代表も同じことをですね、あの、 最近の会見でも言ってたと思うんですよね。だからやっぱ公明党がね、解散にゴーサインを出さない限り、僕はやっぱ安倍さんも絶対解散できないと思ってますんでね。今までも公明党が、あ解散もいいかなって、 なった時に、安倍さんは解散しているというのは今までですから、ただでも公明党も来年都議選ありますから、都議選とできるだけ離らかした、ですね来年7月ですか、今と同じ時期ですかね、に都議選があるみたいですから、それよりできるだけ離れた解散というのは望ましいということになると、まあ、今年の秋か来年の1月かというね、まあ、そういうタイミングというのが指摘されて、 てるわけですよね、うん、まあ、だから本当に、まあ,あの安倍さんが、ね、強引に、えー、公明党に了承を取り付けて解散するとかっていうのもありうるかもしれませんしね、まあ、でも本当そのい、いろんな動きがあると、ね、木の中、二階さんがです、ねえー、岸田派の、えー、岸田文雄さん、えー、とまあ、次,期次期首相 のね、あの、総裁選に出る、出て次の首相を目指している岸田文雄さんと二階幹事長が、えー、会食して、ね、二階さんが激励するっていう動きがあったりね。まあ、これ二階さんというのは石破さんにもこういう激励みたいなのをこの間してたんですけども、だ次期首相に乱での動きっていう中でのね、あの、いろんなものが出てきてるような気するんですよね。だからその解散メモっていうのも、 今減るから解散やめとけよっていう風にも見えますしね。だからいろんなことが考えられるから面白いなと。 ねえ、昨日、あの、もう一つ出てたのが、この二階幹事長と菅官房長官をメンバーとする、えー、地方創生に関する新議連っていうのができたと。これ、名前っていうのが地方創生未来都市推進議員連盟っていうね、なんかそういう議連の名前らしいんですけども、えー、参加者は約50人ということで、まあ、この動きもですね、やっぱその次期総裁選をめぐって、えー、二階さんと菅さんが組んで、 ですね、影響力を持っておこうという,、ねまあ、そういそうなると安倍さんが引きずり下ろされる可能性もです、ね、あるんじゃないのかなと、公明党は今のところ解散は嫌って言っててです、ね、二階さんと菅官房長官が、えー、一緒に議連を作ったりとかしてです、ね、まあ、次期総裁選への影響力を強めていってるというのを考えると、えー 安倍さんは解散せずに、そのまま引きずり下ろされて自民党総裁選になるっていうね、まあ、ことも十分考えられるんちゃおうかなっていうのは思いますよね。なんかそういう意味でもい,いろいろ面白いなと思うんで、まあ、この動きはね、あのー、なんか今後どうなるか、 でもやっぱり野党としては本当に解散がね、いつあってもおかしくないという準備を早くしとけよっていう話ですね。だからこそこの今回の東京都知事選も、えー、野党がね、支援している宇都宮さんがどれだけ票を取るかっていうところに注目されてますよっていうね、えー、話だと思うんですけどもね。うん、まあ頑張って、頑張ってほしいなと思いますけども。解散があっても、えー、ちゃんとそれに、あの、 十分余裕持ってですね、迎え撃てるっていうね、そういう体制作りも急いでほしいなと思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。